民生委員、児童委員の皆さん方がより生き生きと活動していただける環境を作っていくこと、日々現場で具体的にご努力いただいている皆さんの声を直接聞かせていただく。誰とも関係を持てないような今の状況の中で、子どもが泣いた時に自分の 親も夫の親も地方にいて助けてもらえる人がいない、夜泣きした子どもを抱っこしながらこう自分も泣いてしまうんだっていうような心情を吐露されたこともありました。お子さんの通っている保育園が休園になって、とてもうちでは仕事ができないということで、お子さんをお預かりしたケースがありました。で、働き方や生活が大きく変わった中で、大人も子どももとても大変な思いをしています。主任児童委員としては、学校とか保育園幼稚園本当の現場の皆さんとやっぱり常日頃から情報交換をしておいて、子どもと一人一人に相対するときには、この子はこうだからという事前の情報で あまり先入観を持たないです、ね、子ども一人一人に真っ白な状態から子どもと話をしていって、でなるべくいい方向に向かっていければなというふうに思っています。多様なニーズに応えなければいけない、さまざまなこの課題も次々と出てきているのではないか、ぜひ引き続きご努力をお願いすると同時に、我々もそうした皆さん方の活動をどのように応援できるか、これを考えていかなければならないと思います。